西村松木3月30日から1943年5月27日とは、日本のリベラル系、ジャーナリスト、歴史学者、考古学者、文化人類学者、民族学者。号として、良い夢とも、くットー白色東洋賞、文学博士、早稲田大学教授、戦前日本において文化人類学の名を冠した日本語書籍を、 初めて上司したことでも知られる。西村が指示した、坪内商用三重県渡来郡宇治山田町にて、西村93、信子夫妻の次男として生まれる。尋常小学校卒業後は、大阪で仕事をしながら、私立の中東教育機関にて勉学に励むこととなる。この間、少年文集や、中学世界をはじめ、少年雑誌、 青年雑誌を中心に採用された投稿は多い。西村の投稿は、当時の文学少年の間で人気を博したほか、早稲田講義録を受講していたという。その補助を教師、申請者や博文館で編集業務に携わった。1903年4月、東京専門学校文学部に入学し、坪内商用の訓導を受ける。1905年、国語漢文、 英文学科を卒業。同年の日露戦争勃発に伴い、陸軍市長輸卒として、王将の後、中国戦線へと赴くこととなる。除隊後は従軍体験を綴った、チアセなど小説を発表する。1907年には、東京朝日新聞社に入社。1909年不参謀に移籍、大町慶月が主催する雑誌、学生の編集者を務めた。 不参謀時代には現在でいう受験参考書も出版。多くの学者と信仰を結んだのをきっかけとして人類学や考古学、歴史研究に身を投じるようになったのはこの時期のことである。1918年には母校の早稲田大学に講師として招聘され、日本史や人類学の講義を受け持つ。第一早稲田高等学院でも日本史の講座を担当した。 この間1922年教授に昇進。1928年には私学科教務主任。1932年、日本の古代、イカダ船、川船、人類学反論で、早稲田大学より文学博士号を受ける。1937年には、神武天皇成績調査員に就任。晩年は、戦時職が強まる中、官係から自由主義者として、 弾圧を受け、1941年には国民の日本史大和時代、日本古代社会、日本文化主概論の3冊が発禁処分を余儀なくされた。同年太平洋協会より南洋軍島を対象とする民族学的研究を収めた大南洋文化と農業を上司。応答は共栄圏の不可分の重要要素たる大南洋熱帯圏の科学的研究の必要性が 解かれた同書は、西村が冒頭太平洋地域の外説を執筆しており、国策として進められた南進論に協力の度合いを深めてゆく。その後も学術研究や更新の育成に尽力するが、1943年5月27日死去。同年4月より、胃がんの疑いのため、大塚ん研究所で入院過療中であった。 没後半世紀以上が経過した2009年9月28日から同年11月8日にかけて母校の早稲田大学大学史資料センターにて西村松木と早稲田史学をテーマとする周期企画展が開催され長男朝日太郎の没後大学へ寄贈された4000点余りの文書の中から学生時代の講義ノートや日記調査記録書館類のほか、スケッチ多数が展示公開された 早稲田大学大学院文学研究科に考古学専攻が設置されたのが九百七十六年、文学部に考古学専修が置かれたのが九百八十四年と、考古学は文学部、文学研究科内で渡す専攻、専修と比して歴史が非常に浅い。しかし、早稲田大学の前身にあたる東京専門学校の開校式でエドワード・エスモースが記念講演を行ったり、 日本の人類学の素たる、坪井正五郎が教鞭を取るなど、研究の歴史自体は深いと言える。こうした歴史の蓄積から、大正時代に入ると、西村は合図81と共に、考古学の発展に尽力。欧米における、当時最先端の人類学を紹介するのみならず、日本古代史や民族史関連の啓蒙書を数多く世に出した。カムチャツカ半島や、 セントローレンス島、アメリカ先住民の土器と縄文土器との類似性を指摘したことでも知られる。また、1928年には、広島県発掘調査第1号とされる、平井古墳の発掘に携わり、地域住民と共に、横穴式石室や、自家等などの鉄製品類、鏡、玉類、弾き類、末器類など多くの遺物を発見するに至った。 西村の訓導を受けた学者としては、日本古代史学者の水野雄也石器時代研究者の西村正枝が挙げられる。収集資料は本部キャンパスに保管されていたものの、1945年5月の空襲によりほとんどが散逸を余儀なくされた。しかし、戦後間もない1950年に、早稲田大学考古学会が設立、開始、 古代も創刊されており、今のお西村を含む、先達の努力は息づいている。古代船舶の研究からは、文化は一つの起源から多数に分岐していったとする、文化移動説を導出同説は、文化人類学史上、グラフトン・エリオット・スミスら、イギリス・マンチェスター学派が衝動しているが、西村は早くからこれを指示したことでも知られる。その一方で、 国家や民族は各々独立して発達したという文化独立起源説については帝国主義的かあるいは人類学的無知、今日においては打破すべきエセ科学として退けている。文化や人類が起源を同じくする以上、全世界の生存協力が必要であることをとき、現在のグローバリズムにも通ずる人道主義的な主張を展開していった。歴史学においても、 中んずく古代日本列島における民族移動について文化人類学で展開したような文化移動説を根拠として論を展開している。例えばアイヌはもともと現在のロシア沿海地方に登流していた民族で食料供給の必要とアニミズムを理由に北上し日本海を経て列島に到達したと推論。列島にエスキモーが存在したかどうかの議論に関しては アイヌが残した説話を引きながら、アイヌよりも前に、すでに群島に他の民衆が住んでいたということは想像できるとして、坪井正五郎と同様肯定的な立場をとっている。また、内族が紀元前6世紀に漢民族の圧迫から逃れるため、中国大陸中部から海を越えて北進日本列島に到達した後、九州地方の西海岸、特に、 筑後川や菊池川、白川の奇跡層に稲や麻桑を中心とする農耕生活を展開したと述べた。この高谷都族をインドネシア族と同定、平安時代まで日本人との同化を拒んだと結論付けている。漢民族の日本への帰化に関しては、畑市や漢氏の名字や、主々の説話に基づき、九州地方の北端や中国地方の沿岸部を、 居住地として農業や稀に商業に携わり日本文化を形成する上で重要な役割を果たしたと説明した。このことは古代日本語の中に漢語が日本化したものが極めて多いことからもわかると論じている。趣味は古代楽器の収集。宗教は神道。住所は東京市中野区山和町。ABCDFGHIJK e。 早稲田大学新主録賞は15年版646ページ。2019年9月10日閲図覧。ABCDEF20 世紀日本人明治典。西村真次から。ことバンクハット ABCDEFGHI 薄い。勝つみほか日本近現代人明治典。吉川博文館。二千一年七月。b 九十2山地勝彦編著。日本の人類学植民地主義 異文化研究、学術調査の歴史関西学院大学出版会、2011年8月、P457、ハット ABCDEFGHIJKLM、NOPQRS 早稲田主学の曽西村松木、周期企画展で生涯をたどる、読売新聞、早稲田大学公誘会会員名簿対象4年11月朝150ページ、2019年9月11日閲覧、 ABCD 検索結果、一覧国立国会図書館サーチハット AB 山路2011年、P186ABCDEFG 早稲田の、考古学早稲田大学公式サイト関大併用の、縄文人、栗田森一平井古墳府中ニュース速報歴史講座13、ABCD 文化移動論史学書評論、ABCDEFG 国民の日本史、大和時代史学書評論、 西村朝日太郎から言葉んく西村ゴス1983爬虫類になった日本人 CM30 年の歴史が語るうと行動のメカニズムありがとうございます